テーションの機会をいただきありがとうございます。これから脳でオーロラが聞こえるかという取り組みに関する発表を始めさせていただきます。演者は理学部2回生の司優馬と同じく理学部2回生の私藤田の方が務めさせていただきます。よろしくお願いいたします。突然ですが、その背景のオーロラの写真、ネットなどから撮ってきたものではないんです。実は私たちは9月に1ヶ月ほどこの取り組みの一環としてオーロラ研究が盛んなアラスカに行っていました。この写真はその時に自分たちで撮影してきたものです。このオーロラの音に関する共同研究チームは5人で構成されていて、メンバーは全員理学部の2回生です。オーロラというと地学系や物理系の集まりなのかなと、地学系や物理系の専攻の集まりなのかなと思われるかもしれませんが、メンバーは物理系が3人と生物系が2人という構成になっています。なぜ専攻も異なる私たちがこのプロジェクトを立ち上げるに至ったかは、このプレゼンの最後の方でお分かりいただけると思いますので、ぜひ最後までお聞きください。ではそろそろ本題に入らせていただきたいと思います。まず、脳でオーロラが聞こえるかというプロジェクト名、どういうことだと思われている方がほとんどだと思いますので、まずこれについて説明させていただきます。古くからオーロラの発生と同時に音が聞こえることがあると言われています。ただし、この現象にはいくつかの不思議な点があります。まず、オーロラは宇宙と地球の境界で起こっている起こっている現象であり、音は光よりも遅いので、オーロラの発生と同時に音が聞こえるわけがないのです。この謎を解明するべく、今まで様々な仮説が提唱されてきたんですが、どれもオーロラの音のメカニズムを十分に説明しているとは言えませんでした。なぜならオーロラの音にはもう一つ大きな謎があります。実は何とも奇妙なことに、オーロラの音は録音に成功していないのです。そこで私たちはこの謎を解くためのある仮説を考えました。オーロラから生じている電磁波が直接脳に作用することによって脳が音と錯覚しているのではないかという説です。音波が発生していないとすれば、録音に成功していないことにも説明がつきます。ではこの仮説に関する詳細を生物系の司から説明させていただこうと思うのですが、その前にここで少し休憩を兼ねてある動画をお見せしたいと思います。私たちは、先ほど9月にアラスカに行っていたと申しましたが、その時に、ちょうど9月の初め頃に太陽フレアが、ものすごい太陽フレアがちょっと話題になっていたと思うんですけど、それのおかげでとても激しいオーロラが見られたので、ぜひ短い動画ですが、ぜひご覧ください。この動画ツイッターで上げてまして、100万回近く再生されて、ぜひ興味あったら探していただければと思います。じゃあオーロラ、あとそう、動画流せなくて残念だったんですが、では先ほどの仮説に関する詳しい説明の方に移らせていただきたいと思います。はい、では、生物学的な説明を私、司優馬がさせていただきます。この仮説のミソは、電磁波で音が聞こえるということなんです。そのようなことが果たして可能なんでしょうか。ここではまず、電磁波で音が聞こえる仕組みを説明する前に、普段私たちが音が聞いているのはどういうふうに聞いているか、ではちょっと振り返ってみましょう。まず、音波というのはここの耳に到達して、神経を伝う信号に変換されます。信号は神経を通って脳に送られます。信号が脳に送られて初めて音として認識されます。すなわち、私たちは耳ではなく脳で音を聞いていると言えるのです。したがって音波でなくても音が聞こえることは可能になります。すなわち、音波がここの耳に届いていなくても、この神経が電磁波などの刺激によって直接刺激を与えられたとするとします。で、この刺激を信号に変換する何かが存在したとしますと、信号が脳に送られて脳が音と錯覚することになります。私たちはクリプトクロムというタンパク質がこの刺激に当たる電磁波を受信して信号に変換するしているのではないかと考えました。
クロームとはさまざまな生き物が持つタンパク質ですが、働きは生き物によって異なります。で、例えば機械のセンサーであったり体内時計として機能したりしています。で、このクリプトクロームが最近人の脳でも発見されました。しかし人のクリプトクロームの機能はまだ分かっていません。で、そこで私たちは渡り鳥のクリプトクロームに注目しました。で、ここに可愛らしい渡り鳥を載せているんですが、これが大事になってくるんですね。渡り鳥というのは、渡り鳥は渡りの際に方角を知るための方位地震としてクリプトクロームを利用しています。で、これはすなわちクリプトクロームが地磁気、つまり磁場に反応していることを意味しています。電磁波の成分の中に磁場が含まれていますので、私たちは人のクリプトクロームを渡り鳥と同様に磁場に反応しているのではないかと考えて検証することにしました。ではここで、現在私たちが考えている実験方法について説明させていただきます。まずクリプトクロームを持った細胞を2つ用意します。そしてこれらの細胞にウイルスを感染させます。そして細胞位置にのみ磁場を作用させます。そしてウイルスの増殖を待ってウイルスの量を計測します。もしこのようにウイルスの量に十分な差が見られたら、磁場を受けたクリプトクロームがウイルスの増殖に何らかの影響を与えられたと考えられます。で、お気づきの方もいらっしゃるでしょうが、この実験だけからはクリプトクロームが本当に磁場を受信したかどうかは分かりませんので、クリプトクロームを持たない細胞を用いた対象実験を同時に行いたいと考えております。で、先ほどの実験のようにウイルスの量、例えば細胞の位置でウイルスが増えなかったとき、細胞内でどのようなことが起こっているのか、そういうものをちょっと推測してみたいと思います。クリプトクロームは普段オフモードになっていると考えられます。で、このクリプトクロームに磁場が作用するとクリプトクロームがオンモードに変化します。オンモードに変化したクリプトクロームは細胞に何かしらの働きかけをして細胞内の環境を変化させます。で、このように細胞内、変化した細胞内の環境がウイルスの増殖に不利に働けば、細胞位置でウイルスの増殖が抑制されたことと結論があります。で、ここに注意していただきたいのですが、細胞内の環境がウイルスの増殖に有利に働く可能性もあります。それどっちかはちょっと今の段階では分かっておりません。で、もしウイルスの増殖が有利になったのであれば、細胞位置でむしろウイルスの増殖が促進されて、細胞位置の方が細胞によりもウイルスの量が増えることになります。ここでプロジェクトの大まかな流れについて説明させていただきます。私たちはすでにオーロラチャレンジの支援を受けて、オーロラが発生する電磁波の観測を行いました。で、現在、この観測したデータを解析している最中です。ステップ2には次の活動を支援していただきたいと思っております。まず、ステップ1として、ウイルスを用いて細胞内の環境を測定する方法を確立します。これ先ほど説明した実験方法です。この実験方法を確立しましたら、次にステップ2として哺乳類由来のクリプトクロームの機能の解明を目指します。もし人のクリプトクロームが磁場に反応することを示すことができたら、ステップ3としていよいよオーロラの音に関する新しい仮説の提唱に挑みたいと考えております。私たちの研究チームの生物系のメンバーは、これまで人のクリプトクロームが電磁波に反応するのではないかと考えています。このオーロラの研究の前から考えていました。で、一方で物理系のオーロラに興味を持っているメンバーたちがオーロラの音という問題に関心を持って議論を重ねてきました。で、偶然、本当に偶然なんですが、生物系の学生らと物理系の学生らでお互いにこんな面白いことを考えているんだという話をしていた際にふと気づいたわけですね。これお互いのアイデアを共有したら新しい仮説作れるんじゃないかと思ったわけです。で、こうして私たちのチームは結成するに至りました。私たちは生物学と物理学の知を集結させた学際的な視点でこのオーロラの音というおもろい謎に挑戦したいと思っております。ご清聴ありがとうございました。